こんにちは。いつもこのユースフルチャンネルをご覧いただきまして本当にありがとうございます。先日チャット GPT のアップデートについてご紹介しましたけれども、本日は Google Bard でも大規模なアップデート最新情報が追加されましたよというところ、皆さんにご紹介していければなと思います。日頃から Google 製品を使っている方、例えば Gmail とかスプシとかDocs ですね、こういったところを使っている方はそういったバードとの連携みたいなところでもぜひご覧いただきたい動画になっているので最後まで見ていただけると嬉しいです。で、今回は実際のアップデート内容を皆さんにお見せするのはもちろんですけれども、今後どういったアップデートが起きそうか、でまたそのアップデートによって皆さんの実務はどんなふうに便利になるのかみたいな、ちょっと先の時間軸の情報も合わせてお伝えできればなと思っているので、最新情報のところで周りに一歩二歩差をつけたい、リードしたいと思っている方はぜひ最後まで一緒についてきていただけると嬉しいです。ということで早速本編の方に入っていきましょう。どうぞ。ということでバードの画面にやってまいりました。結構アップデートの内容様々あるんですけど、今回は Gmail との連携、そして Google ドキュメントとの連携、この2つに絞ってお話をしていければなと思います。で、まず大前提として、これまでってこう英語で指示を出すことによってバードから返答をもらえていたということで、ちょっと日本語では指示を出せなくて、翻訳だったりっていうところを挟んでバードと会話するっていうのが必須だったんですけど、今回のアップデートのおかげで日本語でもやっと指示を出せるようになりました。ということで実際にですね、今回はまずメールの下書きをちょっと書いてもらおうかなと思ってますんで、このような形でちょっと指示を打ちまして、商品到着遅延のお詫びというタイトルのメールを作成してもらいます。で、情報として、理由は海外工場の火災、1ヶ月遅れでの到着を予定していて、お詫びとして次回以降の会計で使える 20% オフクーポンを後日配布予定ということで、こちらもメールの内容を箇条書きベースで書いておくと、こう手直し の工数っていうのがぐっとこう減るので、できる限りの情報は最初の下書きを作る段階でバードに教えてあげようというところは、こう生成 AI を使うときに共通して大事な考え方かなと思います。ということで、こちらでちょっと送信をしてみましょう。そうするとですね、このように相変わらずですね、めちゃくちゃリターンのスピードが速いと。で、実際にメールこんな感じで書いてくれてますし、この他の回答案を表示ってところを押すと、このように、ドラフト3つ書いてくれてるので、この中から皆さんがピンとくるものというか、これいいなというものをベースに選んでいくというようなところになってますね。で、今回ちょっと回答案2にしておくんですけれども、こちらプラスして、対話していきながらもうちょっとメールを良くしていくということももちろんできるようになっていて、例えば、お詫びの意をもう少し長めに書いてくださいと。こんな感じでちょっとお願いをしてみましょうか。そうするとまた、考えてくれていて、このような形で、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません、商品を楽しみにお待ちいただいていたのとのことお察しいたしますというような形に、ちょっと長めに書いてくれるとしっかりこう指示を組んで、文章をブラッシュアップしてくれるというところもこう日本語でできるようになってます。ということで、じゃあメールこれでいいやとなったらですね、この下のところにエクスポートするというようなコマンドがあるかなと思うんですけど、こちらを開くとこのように Gmail で下書きを作成またはドキュメントにエクスポート、この2つを選べるようになってます。まずはちょっと Gmail で下書きを作成の方を選択するとですね、このように新しいメール作成しましたと出るので Gmail 開いてみます。そうするとですね、このような形で宛先しっかりと先ほどのメールの中身がもう実際に Gmail の中に入っていて、ただちょっと件名が最後の私が出した指示がそのまま入っちゃってるので、宛先とこちらの件名をしっかり直した上でちょっと
この本文に加工を加えてあげると、そのままメールを送れるようにと。まあ、そんな形になっています。今、こちらご覧いただいている通り、新規メールを作成する画面にどうしても行ってしまうので、またこれを誰かに返信をしたいからというところで、これまでのメールのスレッドの中で、このメールを作るというような機能は、まだ実装されてないんですけど、こちらもゆくゆくは実装されるんだろうなというところが予想としてつくかなと思います。ということで、Bard から Gmail の連携がすごくスムーズだよというところがまず一つお話できたかなと思いますので、もう一度ちょっと Bard に戻りまして、チャットをリセットします。続いて二つ目の、Google ドキュメントへの転記もすごく楽ちんなんだよというところをお示ししたいので、例えばこんな感じで、以下の特徴をベースに、香水サブスクのキャッチコピーを10個考えてもらいます。で、こんな感じで、こう、多様な選択とか、定期的な配送、パーソナライズされた選択のように、こう、そのサブスクのサービスがどんな特徴を持ってるのかっていうのを、Bard に教えてあげることによって、その特徴から、実際にこう、香水のキャッチコピーみたいなものを決めてもらおうかと思います。ということで、こちらも送ってみると、やっぱり回答のスピードがめちゃくちゃ速いんですよね。こんな感じで、香りの新しい体験を始めましょうとか、フレキシブルな構成サブスクリプションみたいな。まあ、ちょっと、まあ、このクリエイティブ的にどうなんだってところはまたちょっと別の議論になるかなと思いますけれども、しっかりこう指示を組んでくれて、もうちょっと具体的に指示を出すと、かなりこう回答もブラッシュアップされてくるかなと思うんですけれども、そういったところのこう、Google Bard の使いこなしみたいなところはまた別の動画でご紹介できればなと思ってます。ということで、まあ、このように10個、出してもらったので、これをまたエクスポートして、次はドキュメントの方に出してもらいましょうか。そうするとこちらもドキュメントを作成していますということで開いてみます。そうすると、ちょっとまたこれもタイトルがめちゃくちゃ気持ち悪いんですけど、こんな感じで、バードからの回答がしっかりドキュメントに入っていると。で、タイトルについてはちょっと、いちいち直さないといけないんですけど、感じで直しておきました。こういったところの、エクスポートの機能が充実したんだなというところを、まず、第1弾のアップデートとして皆さんに、覚えておいていただけるといいかなと思います。はい。ということで、ちょっと画面を切り替えまして、ここからは、まだ実装されてないんですけど、これから予定されているアップデートによって、皆さんの働き方がどう変わるのかっていうところの、ちょっと未来予想的なことをしていきたいなと思います。で、観点としては2つありまして、1つ目は、マルチモーダルに対応するよっていうアップデートが1個目。で、2つ目が、こう、Gmail とか Google ドライブのような、Google 系の製品との連携がより強化されるという、この2つをちょっと中心にお話ししていければなと思います。で、1つ目のマルチモーダルですね。すいません、いつも横文字ばっかりになっちゃってるんですけど、このマルチモーダル、こう、なんて端的に言うと何ができるのかっていうところで言うと、画像をプロンプトとして含めることができるというような内容になってます。これまでって皆さんはどうしてもこう、文字テキストデータしか渡せないというところで、もしかしたらそのテキストデータしか渡せないというところを不便に感じてらっしゃった方もいるのかなというふうに思うんですけれども、アップデートによってこう画像も渡せるような世界線が待ってます。で、例えばこれ実務でどんな時に使えるかなって考えた時に、こうスプシになんか数字とかこう関数がずらーっと並んでいて、何やってるか分かんないなみたいな時、これってどんなデータなんですか、何を表現してるんですかみたいなところをこうバードに聞いてみると的確な答えが返ってきたりとか、あとはこうプラスアルファで何かこういった作業とかこういった列があると分かりやすいんじゃないみたいなところをもしかしたら提案してくれるんじゃないかなと、そんな期待をしています。で、そういったデータを見せることの懸念っていうのはもちろんあるんですけれども、こうデータの引き渡しがより簡素化されるって意味で言うと、もしかしてこうこれまでコピペしてた内容をスクショで貼り付けちゃえばいいじゃんみたいなところでよりシンプルになるかなとも思いますので、そういったところはちょっと楽しみにしていただいていいんじゃないかなと思います。で、2つ目が、
こう Gmail とかドライブとの連携がよりスムーズになるというところで、まあ、これがあることによってこれまでこう検索とかものを探すっていうところに使っていた時間をめちゃくちゃ削減できるんじゃないかなと思っています。例えば Gmail っていうところで言うと〇〇さんとの会話を要約してだったりとか、最後に〇〇さんから来たメールってなんだっけみたいなところをバードで聞くと Gmail から探してきてこうそれを返してくれたりとか、でそれについての返信もこうバードが一緒に考えてくれて、さっきお見せしたようにこうスレッドの中での返信を考えてくれるみたいなところもこうできるようになるんじゃないかなと思ってます。でドライブのところで言っても、例えばこう Google ドライブってこうスプシだったりとかドキュメントを格納してるかなというふうに思うんですけど、ABC プロジェクトの期限っていつまでだっけとか、今って誰が何をやるんだっけみたいなところをテキストベースで質問するとドライブの中からその証拠を探してきて、 ABC プロジェクトの期限はあさってまでですみたいなところをバードが教えてくれるような、そんな未来が待ってるんじゃないかなと思います。こう証拠を探すために使っていた時間というのがだいぶ削られるんじゃないかなと思うので、よりこういわゆる本質的な作業に時間を使えるというところがこのバードのアップデートによって実現されるんじゃないかなと思ってます。でもこれはどこまで達成されるかというのはまだちょっとわからないですし、結構こう希望的観測も含まれているのでどうなるのかっていうのはまたおいおい答え合わせっていうところにはなるかなと思いますので、必ずでもこうそのバードを使うことによって皆さんの業務がさらに効率化されるっていうのは間違いないかなと思うので、チャット GPT だけではなくてこういったバードみたいなところもぜひ皆さん試していただければいいんじゃないかなと思います。ということで、ここまでですね、実際にバードのアップデートで何ができるようになったのか、そしてこれからできるようになるのか、2つの側面でお話をしてまいりました。ぜひバードみたいな最新情報もこれからたくさん皆さんに発信してまいりますので、チャット GPT に限らずいろいろご覧いただけると嬉しいなと思います。ということでここまでのお相手は私ユースフルの陽太でした。またお会いできることを楽しみにしています。 See you next time. Bye bye.